皆さんこんばんは、ふんどし歌劇団の霊夢と、マリサだぜ。そして、乗っ取られた Twitter アカウントを取り戻しましたラブマツです。本当によかったわね。投稿も消されず命拾いしました。皆さんご心配をおかけしました。あれ？今日はなんで集められたんだ？今日はですね、新しい試みとして短編動画シリーズの NG カットをみんなで見ていこうと思っています。アニメオープニング再現シリーズはどうしても更新が遅いから私たちとしては嬉しいわね。楽しみなんだぜ。今回はどの動画をやるんだ？本日は恐怖オールバックです。Twitter と TikTok でバズり散らかしてたわね。こりゃウハウハだな。焼肉の食べ放題行って別料金で日替わりカレー頼ませてくれよ。私も31で全種類試食してめっちゃ嫌な顔された後に今までの全部くださいってやりたいわね。Twitter と TikTok は1円にもならないし YouTube も曲の関係で100万再生いっても0円ですよ。なんだこのイキリアオガミラッキーパンチでいい気になってんじゃねえぞ。チョリソーマンの解説先にあれ。風強すぎてお亡くなりそう。あれ、送風機つけて。すみません、あれやっぱりアレクサと気が合わないミスはありそうよね。オンの際はまだいいのですが、送風機展開の時の命令はかなりガチらないと無視されますね。風の音がすごいからな。まあこの顔にもなるわね。こちらは記念すべき1テイク目。予想以上に下手すぎて自分で笑ってるじゃん。アレクサ、送風機消して。だけつけて。無理よな。ああ、リコーダーがいい感じだったのにもったいない。マジか。カメラに対しては見えるぐらい浅く入れなきゃですからね。うわ、やべ、ごめん。リコーダーに謝るの優しい。もうマジ深く入れないとわかんな。これミスを終盤でやらかすときついわね。特にキャベツ切ってしまった後とかね。え、今のキャベツはフォーカス外してお蔵入りになったので、閉店直前のスーパーで急遽追加で買ってきました。次にミスったら翌日の開店まで待たないといけないのか。さあ来たわよ。ちょっとうまく切れなくて悔しそう。次は笛をピリッと吹く決めがあるのですが。笛の子！やばいやばい。あー、ちょっとごめん、間に合わなかったわね。絶望の雄たけび。自分の不甲斐なさを悔いています。青春ですね。格好が泣きそうな表情で草。結局この後はキャベツを口で縫い合わせてごまかしました。だから切った時に過剰にバラバラになってるのね。それでは最後に1回目にキャベツ切った時の意外と切れるじゃんの顔を見て終わりましょう。幸せになってほしい。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ちなみに今までキャベツだと言ってたものは実はレタスです。ラブマツ。ラブマツ。ふんどし人間。早く。